はい、どうも、長文です。今日は、クラウドローさんの誕生日記念ということでね、3マッチほど組んでみたいと思います。まあ、前回、興行、トンカツランブルやった後に、直接目白先生になって、あの4人タッグマッチはどうかって言われたんで、今回シングルマッチをね、こってりやりたいと思います。で、次に、まあ、女子王座戦、そして、ローさんの保持する、サンタ IWGP、ね、なんだっけ、IW だっけ、インターナショナルワールドグランプリ、あ、G だからいいのか、グランプリポークですね。IWGP 戦やりたいと思います。まずは、まあ、シングル戦をこってりと。入場曲オフにしてたんだっけ？いや、聞こえるな。入場曲ありですね。いつものメンツで。この投げるやつをね、差し替えるモッド出ないんですから、ね、そういう楽しみにしてるんですけど。スーパーファミコンのパッケージ、ジーコサッカーとか投げたいんですよ。清水さんがこうジャンクマージャン基盤で投げて、それに清水さんが巻いてるベルト、テープがぐるぐる巻きされてジャンクっぽいんで、エクストリーム王座戦のベルトなんですけど、ある意味ジャンクベルトなんで清水さんにふさわしい。これがセコンドに牛水さん、牛川さんと岸川さんをね、こう呼んで、マネージャーを十分に使ったシングルマッチと言いながら、まあ、こっちは3人というひどいやる気満々ですね。目白先生、まあ、なんで目白先生かというと、まあ、イラストを起こしてもらったっていうのも、まあ、そういえば塩崎豪キャラなんですけど、中身ティモシーシャッチャーなんですよね。で、この前の公表で塩崎豪がまたティモシーシャッチャーに腕壊されて、この前清宮に首、タイガースプレックス、なんかタイガースプレックスじゃないな、タイガースプレックスで首壊されたのかな。んで、首は壊れて動けなくなるわ、今回は腕壊されるわで、すげえボロボロですよね。これなんか休ました方がいいような気しますけどね。本人大丈夫とか言って普通に試合で出てますけど。はい、というわけでシングルマッチ硬いですね。さすがティモシーだったんですね。硬いですね。硬い打撃を、まあ、こっちもちょっとベイダーハーマーは使えるんで、ベイダーこんなことしないですけどね。あ、そういうやる気、お、素早い、ジョナよりも素早いですよ。おお、ベイダーがフライングボディだった。おお、これもう終わっちゃう。体力結構減ってますね。あ、返した。カメラの見えないところにナックル、腕殺しか、まあ、弱点集中攻撃からね。お、ムーアンドアロー、ムーアンドアローからホールっていう流れできるんですよね。さあ、ベイダーハンマー、あ、うわ、あら、空振りした後もやられモーションがあるのがいいですね。ロックに振ってコーナーで
あ、これはリバーススプラッシュですね。良い良い、結構なフィニッシャーですね。しかし目黒選手は体力もう少ししか残ってます。こっちほぼほぼ全開ですね。これ巻き返せんのかな。そうじゃねえな、ビッグクランチですね。はい、来た。ちなみにゲームとはいえ一方的に終わっちゃいけませんよね、プロレスなんで。あと抜けた、後ろを取った。突き放す。しょっぱいですよ、僕がしょっぱい。お、ローリングエルボー。ローリングエルボーからエルボーアッパー、ヨーロピアンエルボーですね。さあ、腰投げから腕、右にエルボーを落とした。はい、サッカーボールキック。おっと、次の追撃を下から蹴りで返して、脳天エルボー。さあ、抱え上げてギロチンをホイップ。アピールしてますけど、めちゃめちゃ体力回復してますね。うう、体力ありますから、残ってますから。でも目黒先生の体力もボディがもう赤なんで、ショルダークロー渋いな。ショルダークローでじわじわと。ヒールはね、ショルダークローはもう悪いことしてるの定番なんで。ああ、ナックル、ナックル、ボディ、ナックル、背後取った。あ、スイーパー、同時目にいった。同時目、なんかぐったりしてます。さあ、ほどいた、腕をほどいた。うわ、エッグ、後頭部ヘッドバットですね。よし、ね、また先レッグドロップですね。日本じゃ見られない技です。さあ、ストンピングです。超修理技がさすり型に行くふりしてやるやつですね。さあ、さすがにね、腕踏みからホールはいかんぞ。ナックルパート、ショルダークロー、しつこいですね。ショルダークローが避けられた。あ、脇がいきなりエグ、強脇ゴールで折った。あれ、やばいんじゃないこれ。腕が、腕が、ああ、フォール。いつもより体力逆転してますね。こちらが瀕死で、ミドル世代体力、ミドルバーが戻ってます。おお、アピール、アピール、何をするんだ。何もしない。ただと、なんやねん。お、飛んだ。あー、避けた。はい、えい、首をひねった。仕事人会が言ってた。ベイダーが飛ぶ。ベイダー避ける。転がっていく、転がっていく。お、届いた、すげえ。すげえ畳みかけるやつ。あ、避けられた。口で乗り方、頭点叩く、後頭も叩けて、サッカーボールキック。さらに腕をストンピングから、ストンピング、徹底しての腕攻めです。カルホール、これは失敗。もうね、腕蹴ってホールとかいかんですよね。腕殺しはいいんですけど。あ、次のダイビングエルボーヒット。あ、ストンピング。さらに、あ、違った、エグ。やばいやばいやばい。体力ない、体力ない。あー、伸びた伸びた、伸びた伸びた。あ、亀裂、あー、タップアウト、脇固め。エグ。
ユーロ先生は気固めで感じましたね。まあ、さすがにティモシー・サッチャーですね。ヌアだけはガチ行くわ気固めで。めっちゃ腕抱えあ、次のマッチ行きましょうか。はい、というわけで次は女子王座戦をやりたいと思います。前回スリーウェイでジスタンが女子王座を取ったんで、今回は前回ちょっとスリーウェイに出れなかったメールさんのワルキューレを向きのいい入場があったんで、ぜひ剣があるんですよ。まあ、ドリュー・マッキンタイヤの入場シーンなんですけど、ちょうどいいと。まあ、こうビキニアーマーが作れなかったんですよね。後ろに怪しいサンドラもいますけど、こうビキニアーマー、まあ、薄いこう水着的な鎧は作れるんですけど、服の下になっちゃうんですね。なんか下着扱いで、だからワルキューレのあの白い服の下側になっちゃって、どうしてもこういうごつい鎧を上に乗せるしかできなかった。意外とこう下げ三つ編みの、ね、髪型が後ろ1本っていうのがなくて、もうこれしかないという、横から見ればまあ1本かなみたいな、まあ、セコンドに、ね、サンドラつけて王座戦に臨むことになりました。ベルト巻いて出てますね、さすが。ベルトでかいですよね。なんかスカスカ。まあいっか。ツイッターね、リーバーを作ってフリーマークを入れて、横にはサンタマークをなぜか入れてるという。要は剣対サイです。サイじゃないな、なんだっけ、マルシオン。まあ、いや、はい、というわけでツイッター王座戦、ツイッターリーバー王座戦ですね。めっちゃサンドラやっぱ目がいいです。キラキラ撮ってるのはすごいやっぱポイント高いですね。And introducing the champion from New York. She's the action champion, the superstar. The champion thrives in these situations. ベルトの変換です。勝者にこのベルトが。めっちゃサンドラ偉そうですよ。ああ、チャンピオンラッシュ、苦い、猛ラッシュですね。さあ、ブレンバスター、わあ、上決めてます。ハンマーロックスープレックスみたいな感じでしょうか。さらに打撃ラッシュ。さあ、打撃を返して、コーナーポストでぶつけて、サンドラ喜んでる。首絞めてる。
あ、起こした。片手回避すごいな。バックフリーか。さらに歩いてのバックフリーか。すごいパワーキャラです。さすがワルキューレ。あ、キャメルクラッチ行き損ねて後ろ足を、あ、後頭を叩きつけてリスタンが早くも大技起きる、起きるの待って、起き上がったところにミサイル、あ、危ない、危ない、事故事故事故危ない打ち方しましたね。そこにバックウィーガー、ちょっとチャンピオンとして前あれなんですかね、テンション上がりすぎたんでしょうかね。さあ、しっかりキャメルクラッチ。ホットスタイナー、スタイナーリクライナーみたいな、パワーキャラ、お、返した、危ない、ロープが危ない。基本的にロープ危ない。さあ、ネックブリーカー、スタナー式ですね。ショルダーネックブリーカーです。さあ、また打撃。負け。エルボー、そば、ローキックからのシャイニングウィザード、すごいチャンピオン、すごい相手に。さあ、カーフストンプ式のストンピング連打ですね。さあ、そばと避けられた、腕を決めて持ち上げた、すごいパワーキャラ、腕を決めて持ち上げて落とした。さあから、うわー、すごい勢いのあるブレンバスター。さらにフィッシャーマンバスター、すごいです、投げパワー、やっぱワルキューレ強いですね。さあ、ナックル背後を取って、さあ、かっこいいポーズが彫刻みたいですね。勘抜きスープレックス、腕振り、あった、腕を攻めています。こう相手がね、投げるキャラだから腕を殺すのは正解ですね。そばって入れた、ボディに入ったからのロブに入ってスクープアタックですね。お尻を当てましたよというアピールからフィニッシュに行くんでしょうか。フィニッシュか、あ、違う、腕しぎ、腕殺しです。タックルからレグダウンを取って、さらに腕返し、腕を痛める、後ろにサッカーボールキックから、で、あー、スピードがあふれるエルボードロップは、お、切り返して、あー、アスカロックです。一旦ディスロックですね。ディスロックってなんかジップロックみたいなディスロック入った、やばい、体力ないぞ、体力ないぞ、タップが切れそう、切れ、サンドラ頭抱えてる、あー、抜けた抜けた、サンドラもちょっと今動揺かく、さらにフォール、うまいですね、体力尽きたところなんでやばいですよこれは。あー、よくギリギリ引きなしの体力回復しました。本当に最後のチャンスでしょう。使用者なく拳を浴びせていきます。サッカーボール、ワルキューレちょっとこれは厳しい。ドドン、フィニッシャーのドドン先に出た時はすげえ有利、勢いあったんですけどね、打撃が、実さんの打撃やっぱ強いですね。さすが格ゲーキャラです。さあ、落ちるアピールから登った、次はだいぶ攻撃見せないか、起こして何に行く、あー、やめた、もう任務です。しかしワルキューレもピヨっている、謎の間が、さあ、あ、なんだなんだ、上超対空ブレンバサです、パワーキャラ、お、4、はい、おー、片手、さらに片手、おー、すごい入り気です。さらに起こして、うわー、さらにぶん投げる、すごいですよね、相手し座ってる相手をブレンバスターって相当のパワーですね。
さあ位置を整えて何をする。あ、起こして、お、トーチャーラック、アトランティスのやつね、アトランティス式のバックブリーカーですね。あ、これシスタンピンチ、ナイスキッカーボールキック、休ませません。ナックルから背後取って、あー、いった、ドドンいった、あー、かっこいい、あー、ロープでしたね、やろ、これ強だったら決まってた。ラジスさん、オーバー防衛なるか、お、ドラゴンスク、早い、左足取ってドラゴンスクリューから背後取って、あー、アスカロック、ディスロック決まった、ロープは近いがどうなる、ロープ近く、ロープ近いが、あー、タップした、あっ、ジェスタン防衛成功です、強いな。アーディスタン防衛です。残る相手はユリ・サカザキです。ミナッチさんのミスユリ・サカザキしかいません。アーディスタンどれだけ防衛できるんでしょうか。初戦防衛成功です。はい、というわけで本日のメインイベント IWGP サンタ王座戦です。前回あのロイヤルランブルで優勝したね、ケイゴさんが挑戦決定ということで、それに対してチャンピオンのローさんが防衛戦となります。まあね、ロイヤルランブルで3勝の中が勝ち残ったんで、実力はかなりのものだと思います。まあ、エッジの入場がかっこいいですよね。The following contest is scheduled for one fall. It is for the Action Championship. ケイゴさんの下方もエッジと同じくスピアーとなっております。まあ、ローさんにもスピアーが刺さればタイトル移動はかなりほぼほぼ確実でしょう。あー、ロンさん誕生日ということでね、誕生日の日に初防衛をしてほしいですね。ロボさん軍団が一緒に控えております。これがサンタベルトだ。ミッケトーさん、あ、サンタベルト見せてきます。このベルトを中心にトンカツランブルは回っております。このベルトがあればトンカツサンタのトンカツ食い放題ということでね、ロボさんもご満悦でございます。ベルト逆さまだぞ。あ、でももっとそういうことか、振り上げた時に正面になるっていうか。あー、トンカツサンタベルト、まあ、周りの銀色はね、銀のプレートお皿みたいな感じなんで、銀色にしろ、金じゃなくて。さあ、ケイゴさん気合十分、ケイゴさんも恋します。これがサンタベルトや。Looking at the champion, I guarantee there is no doubt in their mind as to who is leaving this match with the title around their waist. これで腰に戻ってくるのでしょうか。さあ、ケイゴさんもうなずいて準備十分。あ、
組んだ。お開幕にコーナーポストから叩く、結構荒っぽいですね。ショッピング、ここそしてエルボーで阻止、トーキックで阻止、さらにトーキック、おスーパーラバー、速い、かがめたところを飛び越えてのスーパーラバーです。耳かなっています。さあフライングボディプレス、ノーさんすごいハイペースをしてますね。さあチョップで返された。あさあビッグブートをしゃがんでおけて、しかし皆さんコーナーポストに叩きつけてからの、あーっと切り返したチャンスでしたが、あートーキック、チョップナックル、エルボー、さあローさんポスト、あーソンピングラッシュ、激しく蹴ったが切られています。さらに切られる、さらに容赦ない、さらに追加、あーチャンピオン、あーなんという誕生日でしょう。あ、屈辱ホールですね。これはある意味ほとんど勝ちに行くという挑発的なホールでしょう。サッカーボールキック、あ手からの蹴り入れます。あそれに対してローさんボディー、あ道のくだば、あらい大技で返していきます。ノーテンエルボー、おさあこれはシャッフルナックルだ、えい、みっこねえよ、バー決まった、ナック、ファイブシャッフルナックル入った、さらにここはアティチュードです、アジャストメント、あフィニッシャーにはいけない、この流れはコン、ね、ローさんの得意のコンビネーションなんですけど、切り返して DDT、いい感じで切り返しました。あそこでね、アティチュードアジャストメント持っていかれてたら、結構もうそのまま、キリカント入りかねないんで、さあ、おー、トライ、ハイフライ、そうですね、どんどんホール与えて揺さぶりを、あーっと、これはスピアの構え、やばい、フィニッシャー、あー、スピア入った、あー、怖い、王座以上になっちゃう、でもさ、誕生日に王座落としちゃうのか、これ。ノーさん落とした、ケイゴさん取っちゃったよ。ハンターベルトがどんどん遠くに行ってますね。マスドに戻ってこないですよこれ。次やっぱナオさんが取り返しに行くしかないんですかね。それでケイゴさんが第3代ですね。第3代サンタ王座となりました。次回どうなるんでしょうか、いつやるんでしょうかね。とんかつランブル、次回もお楽しみに。